あ、どうも、シャレコアのお時間でございます。こんばんは、始まりました、始まりましたね。本当にね、いずれ皆さんに言われると思うんですよ、はいはい、なんでこいつらはシャレコアの時に、いつも始まった途端にニヤニヤしてるんですか、はいはい、ちょっとやっぱね、スタートが面白くなっちゃう。そうなんですよ、全部クリ焼きのせいですね。そうですけど ねまさかこの時代に用意スタートで始まると思ってなかったんで、僕もちょっとね、あと変なキャラ言ってたでしょ、はい、シャレコアのお時間です。そうなんだこの MC バト、腹立つなということで、はいはい、今日もシャレコアやっていきたいんですけども、はい、まあテーマをですね、今回は発表しちゃおうかな。お、何でしょう、今回のテーマ。今回はですね、旅行にまつわるシャレコア2000でございますね。旅行ですか、旅行先だからこれホテル系とかその出てくるんでしょうね、きっとね。なんかね、やっぱ旅行って基本的にはワクワクするじゃない。もちろんテンション上がるじゃない、うん、そこで怪異に巻き込まれた日なんか、怪異があるわけですねいや、そりゃそうでしょシャレコアだからね、ないと困っちゃうんだから。 そしたらシャレコアなれへんからね。ぜひ巻き込まれていただいて、で今回なんですけども、なんかね、まあ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 関わらない方が良かったよなみたいな感じのお話、持ってまいりましたんで。わかりました、はい、ちょっとね気合入れて聞いてください、はい、じゃあ行きましょう、まず一つ目、貸別荘。あ、はいはい、2年前の話をさせてもらおうと、この話一応口止めされている内容のために、具体的な場所などは書けないですと、はい、具体的な部分はほとんど省くかぼかしているのでお願いいたしますと、高3の夏休み、俺と友人、まあまあ5人ですね、5人はですね、受験勉強でかなりもう疲れが溜まっていたこと、そして高校最後の夏休みじゃねえかと、はい、どっか旅行でも行かねえか、そんなノリで計画を立てた。ただしもう夏休み入っとったから、もうね、観光地どこもねキャンセル待ちのような状態で、もう取れないんですよ、はい、で宿泊地を探すのに、ね、かなりまあ苦労したわけで、でもやっとのことで近畿地方の、まあ、高原のような観光地のペンションがまだ空いとると、まあ、夏やからね、みんな海とかね、まあ、そうだね、川とか行きたいから、まあ、高原はね、ちょっとまあまあ多少行けたと。なるほど、はい、で、まあまあ、騒いでも苦情がないならどこでもいいやんかみたいなノリでね、もうそこにしちゃおうっつって決めたんです、で旅行当日です。早朝出発して昼前に現地に到着で、ここで少し問題が起きたと、どうやら旅行代理店とペンションの管理組合との伝達ミスがあったらしくて、俺らは今日から2泊3日で予約してたにもかかわらず、ペンションの方には宿泊予定が今日から3日ごと伝わってしまっていたんですね。あ、そうなんだ。となると満室なわけで、おいおいおい、どうなってんだと、めちゃくちゃ揉めるでしょ普通これは。でなんかね、その担当の人も麓の町にね、あのホテルとかがあるんでみたいなこと言うんですけども、ね、俺らはストレス発散できてんだと、受験勉強の疲れをもちろんそうでしょ、癒そうとしてね、で、高校最後の夏休みの思い出を作る、騒げないってなったりね、おかしいだろ、話が違うじゃないかと、でちょっとなんとかなんないですかってね、食い下がったら、じゃあちょっと待っててくださいと、携帯でねどっかに電話し始めたんです、だからまあまあまあね、こう電話してるのちょっと聞こえるんですけど、まあまあなんかね、よく分からなかったんですが、なんとなく向こうも向こうで揉めてるんですよ、雰囲気が、はい、で15分ぐらい電話してて、まあまあ話がまとまったんでしょう、こっち来てね、近場に貸別荘があるのでそこでどうですかと、料金はこちらの伝達ミスだったので、ペンションの代金から3割引きますと。3割、うん、なるほど、まあ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 、じゃいいじゃない、泊まれるしいいでしょうと、で貸別荘やから騒げるでしょうと、喋れるねこれいっぱい、で納得したんだけど、そこから少し雲行きが怪しくなっていった。どうもその貸別荘長いこと使われていなかったらしく、ちょっと準備と掃除で時間がかかりますよと、だからまあその間ね、まあまあ暇じゃない、はい、ね、だからこうね、あの交通費も出すし、水族館があるから水族館の割引券とかね、ちょっと渡すからなんとか時間潰してくれよと、はいはいはい、で夕方また来てくれと、
でその水族館ペンションのある場所からかなり離れてて、うん、というか県外の某大都市にある水族館でね、うん、まあ俺らが見終わって戻ってくる頃には午後6時近くになってしまっていた、はいはい、こんなに準備に時間かかるってどんだけ放置すんねんと、うん、まさか廃墟とかちゃうのみたいな ね、 あねちょっとね、うん、でそれぞれねこうこうと言いながら管理事務所に行くわけですね、うん、でペンション戻ってきてでさっきと違うおっちゃんがねそこにいてて、うん、あ準備ができましたみたいな感じで案内されてね、うん、で15分ぐらい離れた森の中にある別荘へ案内されたんです、うん、でそこは本当に完全に森の中で、うん、周囲にも何もなくてね、はあ、あこれ騒げるじゃんみたいな、うんうん、でそのおじさんが言うにはですよしばらく使用されていなかったので手間取ったんですけども電気も水道もガスもちゃんと取ってますと、うん、で携帯電話は申し訳ないです通じないですが管理小屋があってそこに直通の電話もあるんで、うん、なんか問題ありましたらということで、うんね、そこから連絡してくださいみたいな、うん、で説明し始めて、はい、で俺らはなんかおじさんに必死さが感じられたんですよちょっとねなんかあるじゃない、うん、ちょっとなんか隠してるやつが一生懸命それを取り繕ろうとしてる感というか、うん、あそれがそのおっさんから感じられたからもうなんかビンビン来るからちょっとやばくないみたいにちょっと不安になったんですよね、はいはい、でまあまあ今更ねもがいたとて、うんまあ、しょうがないんで別荘の中に入るんですよ、うん、で別荘なんですが洋風の作りでねかなり古いんです、うん、築30年から40年ぐらい経過してそうな建物 で、ねうん、でインテリアとかもそれに見合ってまあまあ古いんです、うん、ただし使われていなかったという割には小綺麗 で、うん、で今だからこうね思えるんですけども小綺麗というより人が使った痕跡がほぼほぼないという方がそういうことか、うんはいはい、正解、うんうん、で一通り別荘内の説明を聞いて建物も2階建てで広くてまんざらでもないなとみんなでこう言いながら荷物を下ろしてね、うん、バーベキューですよ晩ご飯は、うん、準備しようぜってなってでそうこうねこう用意してるとそのおじさんがね最後去り際におかしなことを言い出すんです、うん、ここはね夜中にクマが出る可能性がありますので深夜の外出は控えてほしい。クマが出る、うんうん、そうなの？なんかね、うん、念入りに深夜の外出はしないでくださいという出るなと、うん、約束事をね、はいはいはい、ねそこで結ばされたんですよ、はあ、でペンションの密集地から15分しか離れていないこんなエリアにクマ出るかねと、うんうんうね、まあまあおそらくですよまあまあガキンチョがね夜中に出歩いて問題を起こされたら面倒くさいじゃない、うんね、そうだね。そんなノリでね、まあ、酒でも飲んでよ、うん、外出てって事故られたりした日にはこの貸別荘を貸し与えてる自分たちに責任があるからと、うん、止めるためにねそう脅してるんだろうみたいな感じですわ、はいうん、で1日目まあまあ普通にね、まあそんな感じで過ぎて、うん、晩飯食った後夜中の森の中を適当に、まあ、散策してですよ、うん、花火してゲームしてで適当に遊んでたらもう夜中の2時を回ったから寝たんです、うんでその日は特におかしなことなかったんですけども、うん、次の日友達の一人がですね変なこと言うとんですよほうそいつなんですけど夜中にね、うんまあ、催してしまってトイレ行ったんですね、うん、そしたらですよ外から、うん、太鼓の音太鼓おートーントーントーンっていう太鼓の音が聞こえてくるんですよ、で俺ら何かの聞き間違いでしょみたいな感じで流したんです、うん、ねだから本人もまあ気のせいかみたいな感じで納得したんですけど、うんうん、その日の夜ですよね、うん、事件が起きるんです、うん、その日晩飯の焼肉 をまあ食い終わってまあまあ腹いっぱいだし暇になったから、うん、まあまあとりあえずですよ俺らは昼間見つけた林道があったんで、うん、肝試しじゃねみたいになってたあやってやろうと、うん、で肝試しはまあ何事もなくて、はい、結局こんなもんでしょ肝試しはいはいはいつまんねえなみたいな感じで別荘戻ったんですね、うん、で、入り口にですねその別荘の入り口に20代後半ぐらいの男性が立っててね、うん、ドアノブを握ってるのが見えたんですよ、時間はだいたい夜10時頃、うん、こんな時間に管理人が来るとも思えないじゃない、うんね、空き巣だろあれみたいな で近づいていったんですよね、うん、そしたらその男ドアノブ握ったままこっちを振り向こうともしないんですよ、うん、おかしいんですよ足音かもしてるし、うん、おーいみたいな感じで来てるから絶対こっち向くじゃない、うん、普通はね、で泥棒や不審者の類なら逃げる、うん、でも逃げないなんだろうで微動だにしないんですよ、近寄ってっても
でなんか気持ち悪かったんだけど、うん、まあメンバーの中でリーダー格の友達と俺がね、おいおっさん何してんだよってね、うん、声かけてやった、声かけてで近づいていって男の目の前で来たんだけども、うん、それでもまだ微動だにしないんですよ。だからそのねリーダー格のやつがね、うん、聞こえてねえのかお前っつって、うん、そいつの腕をグイって引っ張ったんですよね、はいはいはい、その瞬間その友達と俺はですね、うん、うわーってなったんだ。何何飛びのいたんですよ、うん、うわーって言いながら、はい、でその理由っていうのが、うん、そいつの腕をね友達が掴んでこう引っ張ったんですよね、うん、こうおいっつって何したんだってこう引っ張ったら、うん、あの金消しのゴムのやつみたいにブイーンって伸びた、伸びたんかい、10センチぐらいのブイーンってその手首がグイーンって伸びてって、うん、でその関節じゃないところもグニーンって曲がってるんですよ。はい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 。で何何何みたいになって友達ね、うん、他の友達が近づいてきて、うん、でその時になって男は初めてこっちを振り向いてきたんですけども、見た目は普通なんですが、うん、目はどこを向いてるのかよくわからない、焦点が定まっていない状態で口をだらんと開けてよだれぶわーっと垂らしてて、何で服装もかなりボロボロでね、うん、もう普通の人じゃないんですよ、はい、で呆然としながらねそいつ見てると、うん、そいつはね俺らがまるで見えていないかのようにフラフラしながら森の中へ消えていった。どこ行っちゃった。もう動揺しまくりですよ。なんだ今の音。得体の知れないものをね、はい、目の当たりにして、でしばらく動けなかったんですけども、うん、まあまあ、 あのそこにいるわけにもいかないから、うんね、もう我に返ってね別荘の中に入ってドアの鍵閉めて、はい、全員で室内の全てのドアの鍵をねチェックして、うん、でリビングに集合ですよ、うん、なんだあれっつって、うん、え幽霊、いやいやいやでも触れたぞって、うん、でもあの腕の曲がり方は異常だろあれって、うん、もうみんなパニックですよね。で興奮気味にみんなねわーって話してたら、うん、今度外からドン、うん、ドン、なんだドンドン太鼓の音、あれだね聞いてたやつだ。でその音っていうのは、うん、ゆっくりとなんだけどドン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 近寄ってきた。怖っ。なんで。で今の我々みたいな感じでねちょっと押し黙る感じで、はい、しみたいになって聞き耳立てた、で音のする方集中してね、うん、そしたら音が庭の近くまでこう来た時に不安が最高潮に達した俺がもう我慢できなくなってリビングのカーテンシャーッ開けてもうたんですよね、うん、そしたら暗がりでよく見えないんだけどもなんか大きな球状の玉のようなものが転がりながらこっちへ近づいてきてるのが見えるんですよね。で太鼓の音ですよ、うん、その球状の物体からこう聞こえるんですよね。あ、そうなんだ。ドンドンって言いながらこっちにゴロゴロ転がってきて、うん、ドンと音がすると転がりまたドンと音がすると止まるを繰り返してるんですよね。そういうその音だったね。ドンゴロゴロドンゴロゴロゴロドンみたいな法則性でそれ繰り返しながら大通りから別荘へ向かう道をゆっくりこっちに向かってきとると。だいたい5メーターから6メーターぐらいの大きさ で他の友達も窓を見てねまあまあ動かない俺が気になったからこっち来てよ、うん、でそれを見てたんですね、うん、しばらくみんな黙ってその様子見てたんだけども暗がりでよくわからないので正体がわかんないと、うん、で誰もこうね一言も話さずずっとそれを凝視するしかない、うん、そしたらかなり近づいてきた頃にね玄関付近までその球場のやつ来るんですよ。あで玄関についてる防犯用のライトがチカッてついたんですよ、はい、その瞬間俺はねなんだあれシャレなんだよっつってピタッとカーテン閉めることになるんですけど、はい、このカーテンを閉める前に一瞬ライトに照らされたそれはですね、うん、なんと表現したらいいのか分かんないですけども、うん、まあまあ簡単にキュッとした説明させていただくと、うん、無数の人の塊とでも言うような球状になってる物体なんです。老若男女さまざまな人がさっきの男と同じように口を開けてよだれを垂らしどこも見てないような焦点の合ってない目の状態で関節とか関係なく体が複雑に絡み合った状態で何十人もの人が一個の塊となって転がってきてるんです。めちゃくちゃ怖いな。俺以外も全員その人の塊を見てるから、うん、あまりの恐怖にもう無言になってね、はい、でリビングの端の方にもう端固まってカタ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 震えるんですよ。うん、でなんだこれみたいなことで不安を口にしながらね、うん、そしてしばらくすると太鼓の音のようなドンという音は聞こえなくなったけど、うん、それがいなくなったのかどうかわからないじゃない。そうだね。でそのままリビングの端でじっとしてると、うん、今度は玄関の方からですね、うん、ドン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 
激しくドアを叩く音が聞こえてくるんですよね、はい、もう恐怖と不安でパニックですよ、うん、でも耳塞ぎながらみんなガタ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 震えてるの、うん、しばらくしたら今度は建物の中のあちらこちらからドン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 やめてくれやめてくれってもう全部、うん、窓も壁も関係なく、うん、でもうめちゃくちゃに何か叩かれる音が聞こえてきて、うん、もう友達が耐えられへんようになってね、うん、電話だ電話そうだそうだ管理事務所直通の電話、うん、助け呼ぼうでなってかけたいいでみんなでハッってなってね、うん、玄関側にある電話に急ぐんですよ、うん、で電話取って直通と書かれたボタンがあるから、うん、ねにでこうかけるわけで、はい、そしたら 2,3 コールの後に別荘まで案内してくれたおっちゃんが電話に出たんですよね。でおっちゃんに必死で今の状況を話しました、うん、そしたらおっちゃんが独り言のように、うん、まさかまだ出るなんて思ってなかった。いやいやまだ出るって何よ。ねそう言った後に、うん、説明は後回しでリビングに神棚があるでしょ、そこにねお札とセロテープが入っているから、そのお札をドアに貼って待っていてください。いや難易度高で、まあ、解決策もないからね、とにかくリビングに戻って神棚を探す。神棚は部屋の端っこの天井付近にあったから、ね、はしごを使って中を覗き込む、はいはい、確かにお札とセロテープがあった。急いでそれを取り出して玄関とリビングの入り口のドアと窓にお札を貼る、うん、窓にお札を貼るときになるべく外を見ないようにしてたんだけども一瞬だけ見えちゃうんですよ。そしたら青白い腕が数本窓をガン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 叩いてるのが見えるの。その音なんだ。さらに腕の向こうにどう考えても腕の位置とは不自然な形で人の顔が見えたんですよ、でその顔も同じようにだらよだらばーっと垂らして全然わけわからんと見てね、はいはい、でそれがもうねどんな状態になってるのか恐ろしくて考えることもできなかったね、うん、で何時間ぐらい経ったかわかんないですけども、うん、外がだんだん明るくなり始めた頃ですよ、うん、一切壁とかを叩かれると聞こえなくなって、うん、それでもまだね、うん、それがいるかもしれないと思うと動けずに、うん、もうそのままただただじっとするしかなかったんですよ、うん、でそしたらね遠からブーッと車が来てくれたんじゃないですか、ね、音がするから、うん、で車がギーッとね、うん、庭に止まった。で数人の足音が聞こえてきて、はいはい、ピンポンピンポンピンポンっつってチャイムが鳴って、うん、ああ大丈夫だーっつって、うん、はあ助かったっつって外に出てね、はい、で最初にここの手配をした人と案内した人、うん、それに別の3人のおじさんが来てたんですね。で手配をした人と案内をしてくれた人が申し訳なさそうにね、うん、本当にすまんもう大丈夫だと思っていたよみたいなことを言うんです、だからもうとにかく急いで荷物まとめてきてくれと、うん、でゴミとかもそのままでいいと、うん、でもうね車乗されてベスト出たんですよ、はい、で俺らはそのまま車で神社へ案内されて、で一緒に来ていた3人の人っていうのは神社の関係者らしくてね、そうなんだ、で緊張感がほどけて、うん、ほっとしてて、で助かったという気持ちもあったけどもそれ以上にだんだん腹立ってきたんですよ。なんであんな場所に止めたんだと、うん、で怒ったんですよね、うん、そしたら神社の神主さんがねこう来てこんな話をし始めてたんですよ、はい、あそこは昭和40年代までただの森だったんだが、うん、観光地開発をするということで40年代の終わり頃に人の手が入った。それで順調に開発が進んでいたのだが、あの別荘を建てた昭和50年代前半頃からおかしなことが起こり始めたんだよと、うんうん、別荘が原因なのか開発そのものが原因なのかは今でもわからない、うん、とにかくあの太鼓の音そして人の塊、うん、あれが出没始めて最初の別荘の持ち主とその次の持ち主はあそこに宿泊中に失踪してしまった、そうなんだ。それで売りに出されて今の管理組合が所有する貸別荘となったんだけども、うん、何度もあの人の塊が現れて被害者自体は出なかったけども、うん、目撃者から散々苦情を言われたので私が10年ほど前にお払いをしたんだよと、うん、それ以後貸し出しはされていなかったけど掃除や整備に来た人たちは誰もそれを見かけていなかったからまあ大丈夫だろうということで貸し出してきたらしいんですね、うん、その結果が昨晩俺ら完全に巻き込まれた被害者なので散々文句を言って、うん、で管理人の人がここまでの交通費と食費はこっちが持つそして別荘のレンタル費用もいらないから、うん、次に旅行するときは大幅に割引するように代理店に口行きもするだから本当に申し訳ないが、うん、このことは他言しないでほしい言わないでくれとで俺らはこう言いくるめられた気もするけども、うんまあ、警察に言うたとで信じてくれないから信憑性がねまあまあ分かりましたよと、うん、了承したんですというような話なんですが上に書いたようにそういう事情なので詳しい地名などは書けないんです、はい、ちなみに去年割引してくれるということで旅行代理店に電話をした時に聞いたんだけどもあの別荘自体はもう取り壊されて今はもう更地になっているとのことですね。気持ち悪いお話でしたね、なんでしょう
これ森を崩したことによる何かなのかなって。でもそれ森を崩したことによるっていうと神様系のお話かなと思ったんですけど、はいはいはい、でもそれ集合体なんだよね、球場になってる。でもそうなってくると、じゃあ人が関わる何かがいろんなことがあったってことなのかなとか。まあそうですね、そこがもともと何かしらの集落があってみたいなとか、その土地にまつわる因縁めいたもので、ね、そこのまあ住人たちなのかなとも思いますけども、開発のためにね、うん、もう立ち退かなきゃいけなくなったりとかかな。だからその立ち退かずに殺されてしまってたりも考えられるし。そうだね、気持ち悪いお話でしたね。続きまして、はい、ガキ道。ガキ道、ほう。数年前、私がまだネットも2チャンネルもやっていなかった頃です、うん、ブームという言葉に乗せられてとある国へ旅行へ行きました、うん、旅行は大して面白くもなくて、免税店ぐらいしか行くような場所もなかったんだけど、うん、その晩恐ろしい体験をした、うん、夜の10時頃だったと思う。夜中の外出は治安が悪いからね、まあ、しない方がいいよと言われていたんだけども、なんとなく寝つけなくてちょっと夜風に当たりたいから外出してみた、うん、出国の際に注意などされていたので、ホテルの従業員に外出はしないでくださいとね、うん、もう言われると思ったんだけども、そんなことなくあさり出られた、はい、まあ、地図を見ながら近場にある山の中の公園まで散歩をしてみた、うん、そして公園の入り口に差し掛かった頃、林の中に白っぽい服を着た人が佇んでいるのが見えたんだけども、うん、私はこんな時間にと少し不思議に思った、うん、あんまりそのことは気にせずにしばらく公園を歩いているとある異変に気がついた、うん、白っぽい服を着た人は一人ではなかった。気がつくと公園の林の中に無数にその白い、ね、服がいるんですよね、うん、で何をするわけでもなく佇んでるとそれぞれ、うん、でしばらくすると一斉に林を出て公園の中心部あたりにその白い服を着たやつが集まりだしたんです。何の集会ですか、あれこれちょっとまずいかも、うん、でその集団を迂回するようにちょっと足早にね変えることにしたんです。そこで2つ目の異変が起きるんです、うん、その白っぽい服を着た集団がね、うん、突然にうわあやばい、これやばい、着せ上げるんですよ、はい、と思うと集団の中の一人の男が隣の老人にグーって噛みついた、何噛みついちゃったよ、であろうことか噛みついたまま肉引きつけて、ってでむさぼり食い始める。うわうわ、やばいやばすぎだろこれ。さらに男と言わず女と言わず、その男の気候がまるでそれがスタートみたいな、あ 合図だったかのように、うん、お互いがお互いを殴り飛ばして蹴り倒して、噛みついてむさぼり食って、うん、犯し合って凄まじい阿鼻叫喚の地獄絵図がそこで繰り広げられたんですよ。いきなり、うん、まあまりの出来事にも呆然ですよね、はい、ただまずい逃げないとっつって逃げないの本当で、どうしたらいいね、とりあえず警察やっつってホテルへ急ぐんですよね、はいはいはい、で後ろからまだねあの悲鳴とかもう絶叫とかもうねもう恐ろしいもうわめき声聞こえておると、はい、で公園の出口に差し掛かったあたりだろうかふとその規制がね、うん、急に聞こえなくなったんです。ほで急に聞こえなくなったから反射的に後ろ振り向くじゃない。そうだね。そしたらさっきまでの地獄絵図、うん、え嘘でしょ、一瞬のうちに消えた。で何が起きたのかさっぱり理解できずにね、うん、あおそらく幻でしょと、うん、ね、うん、夢なのかな今自分が見るものは、うんうんうん、で自分に言い聞かせて、うん、翌日その国を後にしたんです。はい、旅行から帰ってから数日後、うん、私に異変が起き始める、うん、ちょっとしたことで他人の言動がまあまあ尺に触るようになってね、周囲に、うん、こう当たり散らすようになっちゃう。性格変わっちゃったんだ。さらに昼夜を問わず異常な空腹感、しかも食べても食べても満腹になれない。それどころか私の体はみるみる痩せ細って顔色も悪くなり、うん、自分でもこの異常事態に気づいていたために何件か病院に行くんだろうけど、うん、ストレスですね。で片付けいっぺんと、うん、でそんな日が数週間続いた頃に、うん、私は仕事が遅くなって終電を逃した、うん、なのでタクシーで自宅に帰ることにした、うん、タクシーを呼び止めて車内に乗り込むとタクシーの運転手さんのなんか様子がちょっとおかしいんですよね、うん、で会話もなくてチラチラこっちを伺ってて、うん、なんかちょっと挙動不審なね、うん、なんか運転手さんやから、うん、ちょっとイライラしてきてね、まあそうでしょう、なんだお前はって言っちゃったんですよね、うん、はいはい、そしたらポツポツねこんなこと言い始めたんですけども、うん、運転手さんがこんなことは言いたくないんですけども、うん、あなたに非常に恐ろしいものが取り付いてしまってます。なんてこと言うんだこの運転手は。最近身の回りでおかしなことはなかったんですか、早急にお祓いをした方がいいと思うんですが、ね、十分すぎるぐらい心当たりあるじゃない。ありますねこれはね。だから
逆にですよ、もう心当たりありまくったから、ねね、もうここでいいっつって、まあね、そこまでの料金払って、ね、歩いて帰ろうっつって、はい、で翌朝私は昨晩のタクシー運転手の言葉が気になって、うん、でちょっと最近のこともあったから、うん、もうちょっと会社休んだんですよね、はいはい、で実家の方にある本家がですね、うん、檀家をしているお寺さんがあるから、うん、そこにちょっと相談しに行こうっつって、うん、で寺に到着してね、住職が出てきたんですけども、うん、住職がね、こう私の姿を見るなりですよ、うん、もう何も言わずに、ああいいですね、ああこれいいですよ、なかなか、ね、見るなりだ、いいねこれ、うん、で本堂へね、うん、誘導されて、で何の説明もないんですよ、うん、ね、うん、何の説明もなしに急にお経を唱え始めるんですよ、すごい、全部分かってんじゃん多分、でおそらくお祓いでしょう、はい、でそれが終わると住職は私にこんなことを言い始めた、あなたは最近某〇〇国へ行きましたね、最近あの国からよからぬものを持ち帰ってしまう人が増えとる、あなたもそういうよからぬものに取り憑かれてしまっていたと、はい、ね、さらに住職続けるんです、うん、あの国というのは数百年もしかしたら千年以上もガキ道に落ちた状態が続いておる、うわーすごい、その状態のまま人が死ぬとそこに囚われてしまい逃れることもできずに怨念の吹き溜まりの渦のようなものができとる、もしここに来なければあなたもいずれその吹き溜まりに取り込まれていただろう、そして住職はですね、私はあなたについていたものを成仏させたわけではないと、え、うん、いうわけで、うん、元の場所に送り返しただけだと、ああそういうことなんだ、さらに続けます、うん、我々外国人はあの国の中でまるで闇夜の、まあ、その中の光のようなものらしい、怨念の渦の中から逃れたい人々は外国の人を見かけると渦から逃れたいがためにその人に取り付く、そうなんだ、あの地域そのものはもはやどうにもならん、だから私たちにできる唯一の自衛手段は関わり合いにならないこと、これ以降私の体調は元に戻って精神的にも落ち着くことができた、そして私は二度とあの国へは行くまいと心に誓うのだったと、はい、良き良き犯行が今押されましたね、これはね、あれこれ珍しいですね、異国の話なのに良き出ましたね、その国自体が、うん、もうその住職からしてね、はい、もうダメであると、はいはい、そんなに土地の規模感の広いダメ、うん、そしてこう何も言わず、住職はやっぱ何も言わないに限るんですよ、なんか言うとあかん、そう、おしゃべりな住職ダメ、ダメ、おしゃべりな住職ダメってやりだすからいいわけですよ、急にね、いや最近どう、すごかったじゃんとか言ってくるの、いやめっちゃくるよ、もうスキースキンシップ取ってくるやんいやダメなわけですよてか無言のこの全部知ってる感の、ね、でその読み方も良かったですよ、住職のこの声の感じ、良かったわ、ガキ道のなんとか良かったでしょ、住職感が良かった、良かったでしょ、これは良い面白いな、これどこの国なんですかと気になるよね、これは問いたくなりますよね、非常に気になるよね、どこなの、旅行しやすいとこなんだろうな、分かんないけど、気になりますけども、というところでシャレコは旅行編どうでしたでしょうか、めっちゃ面白かったですね、 ありがとうございますね、はい、ということで皆さん、それぞれこの国じゃないかみたいなね、そうな予想をちょっとしていただいてコメント欄に、そうですね、で正解はないけどね、そうなん、何本とか分かんないんですけどね、そうそうそう、はい、理由も合わせてね書いていただくとちょっと我々も盛り上がるんでね、はい、というところで今回のシャレコは以上でございます、ありがとうございました、ありがとうございました。では続いての次の投稿階段、投稿階段です、これ怖いよね、めっちゃ怖いじゃん、いいですね、いいですね、面白いな、やっぱ面白いな、良きですねマジ不思議プレゼンツ、階段に夢をその手で掴み取れ、いや新しい企画思いついちゃったんですよね、怪奇園を復活させようと思ってたんですよ、ただ今回のイベントはもう今までの従来のものではなくて、圧倒的にみんなにスポットライトが当たる企画にしたいんですよね、怪談によって人生が180度変わる、なんかこの奇跡に近いこの体験をですね、皆さんにもぜひ味わってほしいなと思ってます、この大会の中で新しくみんなにすごいねって言われる話きっと出てくると思うんで、それにすごく僕は期待しています。投稿階段で
人生を変えろ。賞金総額186万円。詳しくは URL から。一番怖かった、マジで。あれやばいよね。やばい。